長崎出身 で、まあ、剣玉の元々が長崎へ初めて来て1777年風土として長崎はこう剣玉をもうやる風土が子供の頃からありまして、高校の時に物理の先生が物理が好きだったら剣玉やってごらんと、この重力とその作用の関係について語っていただいて、それで翌日早速ってんで剣玉買いに行ったのがきっかけです。20年ぐらい前ですかね、息子が小学校2年生の時に一緒に始めたんですよ。息子が剣玉教室に通い始めて、私もなんか球が取れたりとか、そういうのがちょっと嬉しくて大好きになって続けています。おもちゃに剣玉があって、それでここはこれ面白いになってんで、教えてるところを聞いたんです。そしたら秋葉原にあるって言うんで、それでずっと来てるわけ。特に膝腰を使って全身でやられますので、非常に足腰の強化にもつながってますし、それで膝とか腰が楽になったって患者さんも多々出ております。当然球を折ったり剣を折ったりして、その動体視力も相当養われると思います。剣玉の効用が体にとてもいいんじゃないかなというふうに思います。最初はとっても難しいのが、最初にできた時ものすごく嬉しいんですよ。それが成功体験っていうのをこう何度も何度も経験できるというところ、頑張って続けるとできるようになるっていうことが分かるのが剣玉の力というかね、ものすごい考えますよ、どうやったらいいかっていうね。子どもたちとけん玉を一緒に、遊んだり、指導したりできたので、かなり自分の人生にとっては非常に大きな、趣味かつ健康的な、体力維持、それも兼ねてますので、好きなことの幅が広がるからね、いいかなと思って。けん玉は一つやると次の山があるわけですよ。まあキリがないというか、いつまでも面白い、楽しめると、それプラスこういう大会があるから一生懸命練習できる目標がある